はい、皆さんよ、すいません。皆さんよろしくお願いします。拉致被害者全員奪還ツイキャス。はい、今夜も始まりました。今、山本ヘルミさんが入っていただきました。あ、はい、入りま、あ、取れてますか？はい、大丈夫です。あ、よかった。よろしくお願いいたします。しめさん、よろしくお願いします。あ、今入ってくださいます。はい、渋谷さん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします。聞こえてますでしょうか？はい、あ、はい、取れ大てま丈夫すね。ではい。す。はい。はい、よろしくお願いいたこのおしま二人入っす。ていただきました。はい、皆さん、今日、渋谷健太郎さんと山本ヘルミさんに、先月の7月15日ですね、立憲民主党拉致対策本はい。部宛てに、あ、拉致はい。対策本部本部長枝野幸男様宛てに 出さはれい。た公開質問状についてとかですね、はい。そのことについてまず今日お話を伺いたいんですが、はい。はい。はい、この公開質問状を出すにあたって、その前からですね、参議院議員の有田芳生さんが、そはのい。特定失踪者、その当時は特定失踪者家族会の副代表を務められていた、藤田隆さんに対する、ちょっともう何て言うんですかね、あまりにもひどい暴言ですね。はい、ツイッターとかフェイスブックで出されていたわけなんですが、ご本人が、有田さんご本人が出されてたわけですが、それをご覧になって、ちょっとこれは許せないなというお気持ちから動かれたと思うんですが、その辺のはい。経緯を、渋谷さんにお話お伺いしたらいいですあ、はか？い。じゃあ、私からおお願いし話まをす。させていただきます。はい、お願いいたします。7月の9日ですよね。有田芳生参議院議員がですね、ツイッター上で、藤田隆さんに対して、藤田隆さんは、拉致問題の特定失踪者副会長。正しくは特定失踪者家族会副会長のことなんですけど、ですと。私は、藤田さんのお兄さんについて質問主意書を出したことがありますが、今や敵対勢力の扱いです。あえて言いましょう。恩をあだで返すな。ということを書いて、これはもう、はっきり言って、有田議員のだけの問題じゃないと。本来であれば、有田議員に直接質問状とか抗議文を送るのが、王道かもしれないんですけども、もう、ずっとね、その後にも、藤田さんを、揶揄するような、ツイートをずっとしてると。これはもう、所属政党にも責任は十分にあるのではないかと。で、そもそも立憲民主党っていうのは、拉致問題に対しては、他の政党と比べても、あまり大きく動いてる形跡はない。そうですね。はい。積極的というよりは消極的ですよね。はい。そうですね。執は行部い。の中にはですね、これはっきり言いますけども、旧社会党の連中が事務局にいるっていうのはこっちもわかっているので、であれば、もう党全体のこれは問題じゃないのかなと、私は思いまして、で、おっしゃる通皆りでさす。んにお声掛けをさせていただいて、山本さんには申し訳ないけども、代表世話人ってことで名前を貸してくれないかと、いうことで、よろしくお快願諾をしていただきまして、今回、いします。はい、ありがとうございます。文章を、ほとんど私が 即興で書い渋谷て、さんがね。で、7月の15日付で、配達証明郵便を出させていただいたというところです。なるほで、ど。期限を、ありがとうござい8ます。月の、3日までということで、期限を区切って、配達証明で送って、翌日届いてるのを確認しています。ところが、ちゃんと3日ね、になって、なるほど、確認され済みですね。
はい。そうです。出された、立憲民主党拉致対策本部宛てに送られた公開質問状全文はですね、大和新聞さんの方も、はい、載せていただきましたので、ちょっと今皆さんにコメント欄に、はい、こちらをご覧ください。うん、はい。まあ、でも、すごく、素早い動きを、渋谷さんしてくださいまして、本当にありがとうございます。いえ、とんでもないです。はい。まあ、ここに今集まって聞いてくださってる方々、皆さん、ほぼ、まあ、有田さんの周りの方とかはコメントなしで聞かれてるかもしれませんが、まあ、はい、来られてる方は皆さん、ほぼ、渋谷さん、山本さんとお気持ちはもう、本当に、一緒でございます。もう、何をしてくれるんだという、どうなってるんだ立憲民主党と、ね、はい、国会議員さん何やってるんですかという、もうちょっと皆さん気取られてましたね。まあね、本当吉本さん書かれてるように、どうしてあんなの当選するんでしょうね、本当に。さらに言うと、今、さらに言うと、今、はい、国民民主党と立憲民主党が、はい、合併をするとかしないとかで知ったもんだ、ね、どうでもいいことをね、はい、まあほとんどの国民が関心のないことをしてますね。うん、ただ彼、有田芳生参議院議員も、はい、多分立憲民主党にね、はい、そのまま新党に合流するということであらば、これはまた、はい、ちょっと考えな、そこの政党にも質問状送ってやろうかなと、ちょっと思っている次第なんですけどね。あ、ありがとうございます。はい。はい。いやー、まあ、ね、まあ、合流されるのかどうなのか、まあ、それはいいんですが、まあ、もちろん、議員さんはですね、党が合流するっていうことになってたら、そっちの方に気持ちがいってるのかもしれませんが、うん、まあ、枝野さんね、はい、党首として有田さんのことは多少は耳に入ってるはずと思うんですが、いかがでしょう、山本さん、どのように感じられますか。これよく野党の方がですね、よく総理に大臣が何か不祥事や何か発言に対して任命責任ということを言われるかと思うんですよ。ね、はい、で、逆に言うと、まあ、公党ですから、この立憲民主党さんもですね、やっぱこの公認をした、まあ、公認責任とでも言うんですかね、先ほどもどなたかが、党全体の問題って書いてらっしゃいましたけど、この、マートネス・ダークネスさんですかね。その通りで、公認した責任というのがあるわけですよ。で、よくね、与党の議員が、まあ、不祥事を起こすと、野党は言いますけど、じゃあ、あなたたちの党は、それ以上にちゃんと厳しく、身体検査なり、思想チェックなり、人間、もっと言えば人間性のチェックですよね。そういうことをやってらっしゃるんですかと。あるいは、仮にそれであったとしても、今回こういうような状況になったときに、組織としてどのようなね、対応をするのかしないのかということが、やはりこれ国民の皆さんにも見てますし、議員さんというのはやはり、まあ私もかつてそうでしたけど、国民なり住民の方の税金でお仕事をさせていただいてるわけですから、きちんとその説明や報告をする責任ないしは義務というものがですね、発生するはずなんですけども、まあ、ね、この全く、この件に関して立憲民主党は全くその情報公開も何もしていないと、ご自身の不都合に関しては、会になっているんではないかと、まあ、これはどういうお立場の方が見ても結果ですから、政治家の仕事っていうのはですね、結果論を見ると、結果として結局何の回答もしないってことは、もしかしたら党としてもこれを認めてるんじゃないのかと思われたとしても、これ仕方がないですよね。なるほど、なるほど。はい、そう、容認してるんじゃないですかと。はい。すぐに、この、はい。その全任務に答えられないとしても、直ちに調査を行いまして、当人からしっかり事情を伺った上で、期日に間に合わなくてもお答えいたしますとかですね、うん、ちょっと、こう、受け取りました。私たちもそれについて、こう、精査して、答える意思はありますよっていうのを見せてくれてたら、まだ、まだ、
話してもね、ちょっと通じるところもあるのかな。誠意誠意も見えたなと思うんですが、そうですよね。今、テーマに書かれている公開質問状、それです。前のですね、今の日本維新の会じゃなくて、前の日本維新の会の東京の私事務局をやってる時の経験もあるんですけど、まあ、確かにいろんな手紙が党に来ます。政党本部というところには。で、やはりそれをスタッフがですね、全部見てですね、もうすぐ、役員に報告するべきもの、あるいは役員じゃないけど、上トップじゃないけども、その司に報告するべき内容とか、あるいは検討すべきか、やっぱりそのふるい分けというのをきちんとするんですよね。なるだほどから、ですよもね。しそういう機能があったとすれば、この手、内容については、要するにその重要視をしていないという、また別の見方もできるのかなと、私個人の見方ですけど。要するに、結局何も回答がないということはですよ。まあもちろんそれも問題だけれども、その立憲民主党という組織の中での、この扱いが、まあ、その他、まあどうでもいいや。まあ確かにどうでもいいというか、もう政党には来るんですけども、まあそれと同じ扱いをされているのかなという気がしないでもないと、これはまあ私個人の主観ですけどね。有田さんはその後もですね、その後そういう発言を一切されてなくて、まあ、そう黙っですてね。ね、何かこう反省されたような態度に見えるような態度だったらまだしも、その後も増長されてまして、一切反省もなく、自分の発言も何の問題もないというふうに開き直りもされてますので、皆さんも、一度ですね、YouTube で有田芳生スペース暴言とかで検索かけていただけると分かるんですが、結構たくさんの方が、これ問題じゃないかというふうに思われて、こうそれぞれ動画を上げられているものが結構数万回再生されてたり、で、まあ、その有田さんの、ね、行動が他にもちょっとね、おかしいんじゃないのっていうことを、まあ、虎ノ門ニュースなんかでこう常連さんが篠原長一郎先生からいただいた情報を出したものもすごく反響があってですね、ツイッターとかでももうたくさんリツイートされてて、これは必ずご本人の目にも耳にも党の方にも届いてるはずなんですが、一切アクションがないですね、あちらからは。そうですね。実はでもまあ、その後にその反省がないことに対してもすごく藤田さんも、まあ、ある意味なんて言うんですかね、まあ、驚きともうちょっと半分なんて言うんですかね、ここまでやるのかっていうびっくりもされてたんですが、今日藤田さんも、私が、お声掛けをすると上がってきていただけるお約束になっていますが、どうしましょう。一回藤田さんに上がっていただいてお話を伺いましょうか。そうですね。今のお気持ちを。藤田さん、もしコラボ上がれそうでしたら、コラボの申請よろしくお願いします。ありがとうございます。今、藤田さん上がってくださいました。もしもし。こんばんすは。いません、いつも。どうも、こんばんありがは。とうございます。お疲れです。お疲れ様です。いつもありがとうごおざい疲れま様す。です。ありがとうございま今す。話聞いてましたんで。騒動から約1ヶ月超えましたそうですが、ね。もうかれこれね、7月の9日ですよね、発言が。私に対しそうでて、す、そうです。綿で返すなと。国会議員が一、日本国民に対して発した発言ですから、これは、単なるチンピラが言ってる発言とは全くね、その意味合いが違うわけで、本当ですよこれをでね。すね、もし許していたら、日本の民主主義っていうんですか、日本の政治がいかにひどいかっていうことを、まあ、証明してるみたいなもので、このまま放置していてはまずいということで、私はあえて、私もね、これを、まあ、皆さんに問題にしていただきたいということで、ツイッターで発信したり、フェイスブックで発信したりしたんですよね。で、いまだにですね、全く反省するどころか、
まだまだ、はい、言い足りないというようなことを述べてるんですよ。これはね、笑ってるって別に愉快で笑ってるじゃなくて、もう呆れるの通り越して、だからあの人ちょっとまさにね、なんかあの今まで精神状態を疑うんですけど、うん、はい、あの、まあ、猫をかぶってたというよりも、まあ、本性がようやくあらわになったっていうことだと思うんですよね。でこのことに関して、まさか議員はそんなことしないだろうっていうふうな国民をですね、平気で、裏切るのことをやる男ですから、こういう人間がですね、日本の政治を、司っていく国会議員ですからね。はい、でしかもですよ、その拉致問題というのは、その国の根幹に関わる重要な問題に、これまで、いろんな活動を本人やってきたと言っていますが、実態はですね、全くその私たち家族が望んでいるようなこととは真逆のことをやっていたということが徐々に分かってきましたよね。で、私もね、あの拉致問題は、要するにあの人命救助の問題ですから、思想的な問題は関係ないと。いうふうに思って、右でも左でも、この問題に関心を持っていただければいいと思っていたもんですから、まあ、有田議員は、やや、まあ、左寄りかなとは思っていたんですが、ここまでひどいとは思いませんでしたね。で、これやっぱし、当事者というか、その関係することを一緒にやっていかないと、その本性っていうのがなかなかわかりませんよね。私もあの、3年ぐらい前に、からですね、有田議員と、その関係するそのグループに所属して、いろんな話を、したり、会合を持ったりということで、やり取りしていたんですが、どうも、違うということで、そのグループ離れたわけですよね。そしたら、こうしたことがですね、ちょっとそのグループ離れたのが半年ぐらい前なんですよ。で、その後、横田茂さんが亡くなったりとかね、それから朝鮮半島情勢がちょっと急激に変化することがありましたよね。で、そういういろんな要素が重なって、今回のその発言に至ったんじゃないかなということですよね。だから、ただ単に、私に対する、暴言というよりも、まあ、いろんなこれまでのね、鬱積したものが、たまたま私を通じて、そういう本音が漏れたということではないかなと思いますね。だから、まだまだ本音は自分は入ってないと、まだまだ言い足りないんだと言ってるんだから、どんどん言っていただきましょう。それで、こういう男が日本の国会議員だということを多くの皆さんが知れば、こんな人間に、国、国政を任せちゃいけないという国民が増えるはずですから、ぜひね、はい、この、今回のことを機に、有田芳生議員の、本性をですね、多くの人たちが知っていただければ、これはある意味プラスの面でもあるし、こういう人たちによってこれまでね、拉致問題が、ほとんど動かないどころか、逆の方向に行ってたという、全くね、進まないという、その原因がね、こういう方々の中に、日本の国内の中にあるんだということを多くの日本人が知ることになったと思います。はい。だから、今回のことを機にね、まだ本当に、まあ、序盤ですよね。今後どうなるかわかりませんが、彼ら、あるいは彼の周辺ですね、の取り巻きも、ね、いるんですよね、何人か、はいはい、でそういう連中がですね、うん、今後私に対してどういうふうな、まあ、構成に出てくるかというものも見ものですし、うん、まあ、それに対して、まあ、私も堂々とね、やり合っていこうじゃないかという気持ちは今もありますし、この拉致問題のね、この根の深さ、闇の深さというものをぜひ皆さんにも知っていただくためにも、
堂々とね、みんなが見ている前でやり合おうじゃないかというふうに思ってます。もし聞いていたら、この話を聞いていたら、ぜひ有田議員やその周辺の、人物、取り巻きの皆さんは、顔を出して、名前を出して、多くの皆さんの前で堂々とやり合いましょうということを提案したいですね。うん、はい、ありがとうございます。藤田さん、はいはいはい、有田さんの出されているツイッターは、どういうこと書かれているか見られていると思うんですが、ええ、なんていうんですかね、最近では、このままでは安倍総理の、日朝交渉もままならないとかですね、拉致問題の解決は程遠いとかですね、こう解決を何とでもしたいという意思も全然なんていうんですか、ないどころか断言気味で拉致問題の解決がないというふうに書かれたりしてますよね。どっちの目線でどっちの立ち位置で発言してるかっていうのはもう明らかですよね。いや、びっくりしますよね。拉致被害者を取り戻そうっていう、そういう立ち位置で発言しているとはとても思いませんよね。はい、はい、その通りです。おっしゃる通りです。うん。うん、だから、その安倍総理に対してこう批判的であってもいいんです。もちろんね。野党ですし。でも、自分なりにこういうふうに努力していきたいとかですね。はい。必ず日朝交渉につながるように私なりにこういうふうに水面下では頑張っていますとかですね、そういうものも全く見えてこない、うん、拉致問題の解決はないだろうみたいな、うん、なんて言うんですかね、それが国会議員の態度かと、うん、思うようなことばかり書かれてますね。呆れますよね。本当呆れます。で、立憲民主党という、まあ、党に所属されているわけですが、その党に他に所属されている国会議員の方から、有田さんそうですよとかっていうような賛同のね、ものも一切来ないですけど、皆さん、立憲民主党の方、どう思われてるんでしょうね。みんなだから、会になってるような感じですよね。もうなんか、ね、黙ってよっていう。で、ね、まあさっき藤田さん言われてた通り、要するにあなたどっちの立場立ってんだということで、はい、で、しかもそういう人を、まあ立憲民主党さんが公認候補として、はい、まあ選挙に擁立をされたと。で、立憲民主党というのは野党第一党なわけですよ。で、アメリカ、イギリス、まあ諸外国の例を見ても、野党第一党ってのは将来もしかしたら与党に変わるかもしれない存在なわけじゃないですか。そうすると、やっぱり、じゃあ自分たちが与党になった時はこういうふうにしますとかっていう対案なり、違う行動をやはり国民に具体的に見えるように示していかなければいけないわけですよね。ところが、そういうこともしていないし、まあ、そもそも拉致問題に関してはこれ与党野党もなく、まあ今コロナウイルスもそうですけど、事実上、その拉致という形で、そのコロナもそうですけど、日本の国は攻撃を受けているようなもんですから、こういう時ってアメリカもイギリスでもフランスもそう、どこでも、やっぱり与野党関係なくまとまるわけじゃないですか。まあ、本当はその、まあ、亡くなった中川翔一衆議院が言われてましたけど、要するにオールジャパンに対応しなければいけないと、自民党が与党であれ、民主党が与党であれですね、まあ、そういう枠組みの中でですね、まあ一人というか、まあ党が容認してるんだが、党としてどうなのかわかりませんけど、要するにどっちの立ち位置、もしかしたらもう向こう側の立ち位置に立ってるんじゃないかというような形で、私たちの国民の税金を使って議員活動をなさっていらっしゃると。うん。これは私は極めてちょっと、疑問というか、もっと言えば憤りというものを強く感じざるを得ないというところですね。はい。はい。藤田さん、はいはいはい、よかったらちょっとここで、皆さん生放送で聞かれている方に話せる範囲でぶっちゃけていただけたらありがたいんですが、率直に、はいはいはい、有田さんたちがやっている、まあ、グループの方と、まあ、その活動を共にされてた時の時期に有田さんから どのような、その、なんていうんですかね、拉致問題解決についての考え方とか聞かれましたか？基本的にね、
有田議員はね、はい、そのグループに直接意見をするとかっていう、はい、そういう立場ではなかったですね。あのそうですか。要するに、はい、会議を開くときにその会場を借りたりとか、そういう立場でした。で、事実上質問守備書をとにかく何本も出してるわけですよね、拉致問題に関して、はい、で、はい、おそらく日本の国会議員の中で一番拉致問題に関して出してるのが有田議員なんです。確かに。しかし、そうですね、うん、その、はい、ね、質問守備書が、はい、有田議員が考えて出してるわけじゃないんですよ。要するに、有田議員が その支援しているそのグループですね、北朝鮮人権人道ネットワークというグループの代表である救う会徳島の末下さんがその原案を作ってるんです。だからおそらく藤田さんが、もう本人にそれ確認しましたから間違いないです。はいはい、要するに有田議員が、ね、考えて作った質問に収集書じゃないんですよ。だからね、あの質問収集書とか全く、はい、違うとんでもない発言してますよね。要するに質問収集書全く見てないってことでしょ。多分読んでないんじゃないですか。せめてね、自分がどういう質問収集書を出したっていうことを認識してないんですよ、はい、人に書いてもらってますから。びっくりしますよね。呆れますよね、はい、だからこう加藤健さんが書かれているように、藤田さんがね、うん、国連で行かれて、まあ、国連の方で藤田さんのことを、まあ、北朝鮮による拉致被害者ということを、うん、ある程度認められたことについても有田さん分かってなかったみたいですよね。多分分かってないんじゃないですか。びっくりしましたよね。分かってないのに自分で出して、はい、で出してやったのに、ね、私に、難癖つけたっていうんで恩を立てて返すなっていう話ですから、何言ってんだこの親父はという話ですね。本当ね、国会議員だからといって、立派な人間とは限れませんし、逆にですね、国会議員にもであるにもかかわらず、この程度の人間が国会議員になれちゃうんでしょ、日本って。だから日本の民主主義って怖いなと私は改めて思いますね、うんうん、本人の能力とか全く関係ないですから。それからその本人のね、そのやる気もそうだけど、国を良くしようっていうその思いがね、全く、それとは関係なく当選しちゃうんですよ、今の日本の制度だとね。だからいくらそんな、とんでもない議員がいっぱい日本にいたって日本良くなるわけないですよね。だからやっぱり日本の、その選挙制度というかね、日本の政治の代表を選んでいくその制度そのものにもやっぱり大きな問題があるんじゃないかなと思って、やりたい政治家になりたい人はたくさんいるんだけども、なってほしい人はやっぱりなるようなシステムにしていかないといけないんじゃないかなと思いますよね。口がうまいとかね、それから、まあ、人当たりがいいとか、まあ、その程度だけで、国会議員が選ばれてしまうと。そして挙句の果てには結局やってみたらこの程度しかできないし、一国民私みたいな、ね、国民に対してこういう発言を平気でするような国会議員がのさばってしまうということだと思いますよね。これでいいんでしょうか、日本の政治は、というふうにつくづく今回のことで私も改めて思いました、はい、まだまだ今後ね、はい、どういうふうな、展開になるか分かりませんが、これやっぱり行くところまで行かないと多分収拾つきませんよね、はい、まあ私はでも、行くところまで やろうかなと思ってますから、やろうと、はい、そうです。そのためにま、まあ、他の特定失踪者家族にね、迷惑かけちゃいけないということで、あえて副会長の立場を退いたわけですから、それだけの覚悟があるぞという意思表示の一つです。はい、はい、有田さん、藤田さんはもう覚悟を決められてます。有田さんもいつまでも逃げ回ってないで、きちんと、藤田さんに対する質問の答え、篠原先生に対する質問の答え、ね、公開質問状に対する質問の答え、すべてきちんと
真摯に向き合われてお話しされてはいかがでしょうか。立憲民主党の党の、ホームページですね、党の正式な公式の、ホームページを見ると、拉致対策本部の記述がほとんどないんですよ。いろいろ調べたかったんですが、ないですね、はい、ないですね。で、前2年ぐらい前に出た記事では、その拉致対策本部の本部長が、党首の枝野幸男さんで、副本部長が有田芳生さんになってました。はいはい、今も立憲民主党の拉致対策本部の副本部長なんでしょうか。で、また、今の事務局長が、はい。今、事務局長が、村上文義さんっていう、元民社党の。ああ、そうでした、そうでした。はい、はい。はい。で、まあ、今、その、実は質問状ですね、この村上文義議員に、一応、再度、はい、まあ、とある方経由で、再送をしております。はい、で、はい、まあ、ちょっとその方、ちょっと話によるとですね、はい、やはり立憲民主党の中もバラバラで、やっぱりこの私が送った質問に対しては、まあ、村上事務局長の方には届いてなかったらしいんですね。はい。ええー。で、まあ、いやでも事務局としては、枝野さんは、名指しされてますから、うん、枝野さんはご覧になったんでは、ないんでしょうか。いや、ないと思います。村上さんのところに届いてないということ時点で、多分枝野さんのところには届いてないと思います。はい、じゃあ受け取ったやつってどこに行ったんでしょうか。事務局で多分ないようにしたんじゃないでしょうかね。そんなことしていいんですかね。だから政党ですか。はい。あの政党ですから。はい。はい、党に対する交付金も血税から出てるわけなんですけども、どうなってるんでしょう。はい、はい、あ、そうです。まあ、それよりも今あれじゃないですか、党の合併の方が最優先ですからね。あの政党お金ないですから、うん、金と人がないから、まあ、そうですね、合併したいんですよ。国民民主さんが持ってるね、え、あ、なんか十何億のお金、50億、あ、50億でしたっけ。はい、うんうん、はい、なるほど。いやいやいや、それはこっちの質問状を答えるより50億のが大切でしょう。はあ、でまた有田芳生さんの議員さんのホームページを見ると、自分がね、こういかに、国会で質問主張を出したかというものを出ないということが見られバレましたのでこの人ホームページにこんな風にすごくアピールしてるけど、中身読んでないし自分書いてないんだよということをぜひ皆さん広めてください。はあ、そうですか。でまた藤田さん、はい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 、特定失踪者問題調査会代表の荒木先生とも、一緒に、ね、動画の方、ね、チャンネルアジャーですかね、はいはい、はいはいはい、で出られて、いろいろ今回のことの経緯も説明されてますけれども、はい、荒、はい、木先生はなんていうふうにおっしゃってますか。まあ荒木さんは別に何ていうんですか、まあ本当に公平な、ね、目でね、そうなんですよ、立場の人ですから、荒、はい、木先生はね、どんな方法でもいいんだというふうにね、いつもおっしゃってましたよね。有田議員が私にね、実際に私の兄をね、はい、取り返したのに私が難癖つけてるって言うんだったら、はい、その通りなんですよ、うんうんうん、ところがね、なるほどなるほど、兄の救出どころか、うん、誰もまだ取り戻してないじゃないですか、はい、そうです、それなのに なんでそこに恩が発生するんでしょう、うん、意味が全く分かんないんですよね。仮にですよ、うん、質問収集を出したことを恩だと考えているんだったら議員辞めた方がいいよね。議員の仕事ですから、それは。まあそれでも手柄というふうに思ってるから、ご自身の思ってるんですよね。どかどかとね、出されてるんでしょう。そういう意味で、しかも自分で書いたわけじゃないのに、あたかも自分がやったかのような言いぶりですよね、あれね。嘘つくなよと。これね。
で私だけしか書いてないって他のね、亡くなった三宅議員も書いてるんですよ。同じような、はい、質問書を出してもらってますから、それも読んでないってことなんですよ、はい、そのことも知らないでこんなにやってあげたのにという立ち位置ですよね。質問収集を書けるのは国会議員の、ね、まあね、仕事ですから国会議員でしか出せないんですよ。そうですね。それをたまたま、うん、出してもらった、出してあげたから恩が発生するんだったら、誰も、ね、今後ね、国会議員に質問収集をお願いするなんてことはできなくなりますよ。ということは、国政に、国民の民意が反映するってことが、そこで阻害されてしまうってことですよね。こんなことを国会議員が、あたで返すなっていうふうなことを、国会議員が国民に言うような日本の政治になってしまったら、どうなっちゃうんでしょう。誰も質問しなくなっちゃいますよね。やっぱりあれじゃないですか、選挙の時には皆さん私に恩があるので、当たり前です。票を入れなさいという選挙活動があるんじゃないですか。皆さんには私から恩を受けてるよというふうに有田さんに怒ったらですね、そういう選挙活動をやっていただけたら、ね、言ってることとやってることが一致するんですけど、そうはされないでしょうに。何を勘違いしてるのかなと思って。でもその質問主意書っていうものは、国が答弁を出すとこれは閣議決定といいますか、すごく重たいものになりますよね、うんうん、文章になって返ってきますし、 そうですね、それを出す国会議員が中身も把握してない、ね、他人に丸投げして、そしてレクチャーも受けずに説明も、ね、いらないとおっしゃったのか、聞く気がないというふうに判断されたのか、中身も判断してない、恥ずかしいですよね本当に。だからもちろん、そうですか、議員だけではね、質問書っていうのはなかなか難しいですよね。だからその議員を支援する周りのね、専門的なことをよく知っている方々に大体書いてもらったのはそれはいいんですけども、ありますあります、はい、うん、それはでもそれはいいんですよ別にね。でも書かれた方だけどその内容についてね、説明ね、はい、本当ですよ、自分が出すんですから、うん、自分の名前で出すんですから、うん、はい、少なくとも自分が書いたことぐらいは覚えてないとね、はい、だって、その質問書一緒に署名してるのは自分ですからね。恐ろしいですね。これ、末下さんから自分が書いてる、有田さんの質問書一緒は自分が書いてると、藤田さんは聞かれたそうです。有田さん聞かれてますか？末下さんと揉めないように、ちょっとニヤッとしますけど。いや、揉めてください。揉めないようにしてくださいね。はい。揉めてくださいねっていう感じです。有田さんの努力をね、全部ね、無にしてるのが有田議員ですから、有田さん少し怒った方がいいと思うんだよな。今、ちょっと、情報来ました。有田さんの最新ツイートを読ませていただきます。はい。工作員という言葉は名誉毀損の対象ですが、一体何の説明なんでしょうかね。北朝鮮に2回行ったことは事実です。行った目的も当時すでに書いたり、テレビ取材や生番組でも発言しています。調査なくして発言権なしちょっと笑ってしまうんですけど、調査なくして発言権なし、批判者が100人いても理解者が1人いればいいというのが僕の哲学です。はあ、ということです。なるほど、なんか遠回しの書き方ですね。素直に書きゃいいのにね、もうここまで来ちゃったら。ねえ、行った目的も当時すでに書いたり、テレビ取材や生番組でも発言しています。その当時は発言されてたのに、今は聞かれたら発言されないんですね。そうですね。で、批判者が100人いても理解者が1人いればいいというのが僕の哲学です。なるほど、批判者が多いということは自覚されているという。まあ批判者が多いことは認めてるということですね。ねえ、そうでしょうね。
はあ、でも国会議員さん票がなかったらただの人ですから、批判者が多かったら次回は3期目はないとは思いますけれども、まあまあまあ、ね、再来年ですね。はい、有田さんがなったらもう世も末かなと思いますけれども、もうしっかり落選運動頑張っていきたいと思います。落選運動もね、国民の権利ですから。はい、いや藤田さん、はいはいはい、工作員という言葉は名誉毀損の対象ですがと、まあ、自分が工作員と結構いろんな人に書かれることを僕に対する名誉毀損だというふうに言いたいようなんですが、藤田さんに対してもかなりたくさん名誉毀損されてると思うんですが、藤田さんひどいこと言ってますよね結構ね。それはどう思うんでしょうね。私に対しても立て替えしまったり、ねえ、これが素直をかけるな、そうかけるなとか、まあ、藤田さんがちょっとね、ちゃんと仮名でね、暴言吐かないで名前を言えよというふうに書かれたら、そうこれが特定失踪者家族会副代表の言葉ですかみたいな、いや、取り巻きの連中は大体分かってるんですけどね、誰が発信してるかっていうのは大体もう分かってるんですけども、お前名前をちゃんと名乗ってから言えよと、はい、これどこが問題なんでしょうね。で、散々裏であれですよ、ね、拉致貴族だとかね、いろんなこと言ってるわけですよ、家族に対して。言ってます。何言ってんだ、はい、お前らと。それね、それを言うということは、それはそれなりの覚悟があって言ってるんだろうから、ちゃんと顔と名前出せと言ってるだけなんでしょ。それのどこが私の発言に問題があるんでしょうか。なんて言うんでしょう、貴族っていうふうに使えるということは、こうなんか特権や利権があるというふうに言いたいでしょうか。どこに特権があるんですか。いかがでしょう、まあ、お兄さんが北朝鮮に拉致されたことが分かるまでも、分かった後も、まあ、ずっと大変な思いされてこられてますし、でお兄さんがまあ、ね、あえて北朝鮮からの写真が出てきて、北朝鮮にいるということがほぼ分かってからずっとお仕事をされながら、休みの日は署名活動とかご街頭での呼びかける、訴える活動もされたり、いろんなところで講演会もされたり、それもね、藤田さんね、なんかこうちょっとでもこう交通費を抑えるのに夜行バスとかでも行かれたりとかされてこられたじゃないですか。で、ね、普通だったら皆さん平日お仕事されて、お休みは体休めたいわけですよ。当たり前ですけど、家族と過ごしたり。でも、藤田さんはやっぱりそうやってお兄さんを、ね、兄貴をね、助けるために、そんな、なんていうのかな、愉快なことじゃないですよね。楽しくて、ワクワクするようなことじゃないけど、これはやらなきゃいけないっていう使命感を持ってやられてこられてるのに、ものすごいですね、この拉致貴族っていう言葉、許せないですよね。だから私はね、はい、この発言、まあ、もう他も許せないけど、この発言だけはね、これは極めて、その、家族を愚弄する、ね、とんでもない発言なんですよ。はい、で、この発言した男っていうのは、男か女か分かんないけど、大体分かってますから、はい、で、こいつがですね、はい、こいつが有田議員の取り巻きの重要な一人です、はい、はい。だから大体お互いにリツイートし合ってるわけですよね。そうみたいですね。で、見れば分かりますよ、はい、ごく数人ですから、やってるのは、うん、で、しかもですね、この取り巻きっていうのは、私と過去、活動、おそらく一緒に共にした人間ですよ。だから名前は明かせないんですよ、うん、分かってますから、うん、私は大体予想ついてますから、だけど名前を挙げない、はい、で言ってる内容は同じですから、大体想像できます、はい、徹底的に暴いてやろうかなと思いますよ、そこまで言うんだったら、こっちもね、はい、命かけてやるぞという思いで、今後もやっていきますから、はい、有田議員の暴言ももちろん問題だけども、それを助長するような周りの取り巻き、うんうん、こいつら本当に問題ですからね、それをなんとか
多くの皆様にも知っていただきたいと思いますね。はい、はい、で、まあ、その取り巻きの方なんですが、まあ、大体予想はついている人物なんですが、すごく長くしつこく藤田さんに対する嫌がらせの行為を続けてこられてますね。そうです。多分このツイキャス聞かれてるんじゃないかなというふうに思うので、直接、うん、私はその方に言いたいんですけど、あなたのやってることはストーカー規制法のネットストーカーに明らかに、はい、当たる可能性が高いですよ。でまたこれが警察事案になったら、あなたはただで済まなくなりますよ。分かってらってらっしゃいますか。あなたもご家族があると思います。追加されているというふうに聞いております。お母さんとしていかがでしょうか。今ご自身がされていること、正しいことですか。あなたが息子さんが拉致されて、そんな風にあなたが嫌がらせされてたら、どのように感じられますか。よくよく考えてくださいね、本当に。この拉致被害者をね、救出する運動っていうのに、はい、まあ私も参加させていただいても20年以上になるんですが、まあこの二十数年の中でね、まだ救うか、まだ拉致疑惑と言われてて、しかも特定失踪者のことを全くみんな知らない時代も含めてですね、この二十数年を振り返って、まあ確かにその既存のこの救出救援運動が、決して僕はベストだったというふうに言うつもりは全然ないんですよ。で、いろんな反省すべきこともあるし、で、中でね、いろんな、うちはもめじゃないというか、はっきり言ってしまいますけど、そういうようなこともありましたしね、まあ、家族の皆さんに迷惑をかけてるんじゃないかと思うような、状況もあったと思うんですよね。で、それはまあ、もちろん、否定はしないけれども、やはりその、何のためにこの運動に参加をして、活動してるかといえば、やっぱりその、もちろん最終的には全員ですけど、とにかく、拉致被害者の全員の救出、安否の確認、事件の真相究明、そのためにこの運動に参加をして来られたはずなわけですよ。で、結局それが中でその、運動方針に気が気に入らないとか、自分の意に沿わないからといってですね、うちうちの中でいろいろ批判するのと、そういうのを表に出していく。さらにはその運動体から飛び出して、それこそ、対立する側について、今度は逆の活動をしていくと。結局だから、初めからその参加する時点も含めて、ご自身が大義のためにやってらっしゃるのか、なんか、もっと言ってしまうと自分のエゴというか、何か自分のなんかその欲求不満の解消とは言わないけど、まあそこまで、そういうことにこの運動を利用してきたのかわからないんですけれども、結局そういうちょっと人間的に問題のある方が過去にいらしたのも事実だし、で、今そういうのが、目につく活動している、まあ今回の問題もそうですが、そういう議員の取り巻きにいる、うん。極めて私、嘆かわしいし、初めから敵対した人間に比べて、さらに私は価値が悪いなと、そういうのは、思いますね。はい、はい。非常に怒りを感じます。いや、有田さんの周りの方が、なんだか勝手にですね、その藤田さんを擁護する側や、藤田さんのことをレイシストみたいな、差別主義者みたいな、発言してるんですが、人権侵害ですよ、それは。名誉毀損ですよ。びっくりしますよね。はい、でも、びっくりするほど、有田さんも、最高尊厳というふうに言われて、北朝鮮の指導者に対しては、一切批判がありませんね、周りの方々も。それもものすごく私には違和感というか。どこに忠誠心を抱いてるのか、はい。ということですよね。はい、もうさっきの話で、お話じゃないけど、どっちの側についてんのっていう。ね。はい。はい。まあ、有田さんはもう、ね、なんて言うんでしょう、皆さんご存知のように、横田さんご夫妻にご迷惑をかけてるじゃないですか、過去に。お孫さんの写真の流出の件で、横田さんご夫妻は、自分たちが出したものじゃないというふうにはっきり否定もされました。
でね、そういう被害者ご家族に迷惑をかけておきながら正式に謝罪もありませんし、でそれでなお今でも自分が拉致問題をやってきた第一線だみたいな態度がよく取れるなというふうに、私はそこがまた怖いなと思うんですね。そうですね。いかがですか。はい。そうですね。結局もうさっきの話と同じで、何のために誰のためにやっているんだと。まあ売名行為とまで言わないけれども、政治家の責任、仕事とは結局結果が全てですから、結局そうは言っても、じゃあその有田さん含めてそういった人たちも救出に至ってないわけじゃないですか、これは与党政府のことどうこう言えませんよね、これだけやりました、あれだけやりました、結局結果が伴ってないわけですから、だからそれはもうおかしいなと思いますね。結果は全てですしね、結果的に野党だのあなたは絶対救出できてないじゃないですかと。本当であったらね、申し訳ないというふうに。その通りです。申し訳ないが先ですよ。はい、恩あらべタイプなんて言葉なんて普通は出ない。出ないですよね。で、まあ、全員とは言わないですから、私も昔政治家したとき思いますけど、まあ、もちろん、国会議員、地方議員全員とは言わないけれども、とにかく、あれもやりました、これもやりました、それもやりましたってことを、声高にこう、バーってこう、手柄を出す人っていうのは、言いたくないかも、大体偽物が多いですよ。言っちゃ悪いけども。大体一つのその任期の間で、自分一人でまずできるようなことだったら、片手の指の数あるかないかですよ。それだってね、結局は自分一人でできない。まあ、さっきの質問収書だって、まあ、各事務所には政策秘書がいたり、ね、参議院なり衆議院にも事務局がいて、あと国会にもね、調査、立法、工作局、そういう専門のスタッフいるわけじゃないですか。やっぱいろんな人に動いてもらって、一本の収書ができてくると思うんですよ。まあ、してそれ民間人に書かせるって聞いたことないけれども、本当に。ね、そうやってやってるわけですよ。やっぱりいろんな人の支えがあって一人の議員が活動ができるわけですから、なんかあんまりその、もちろんね、やっぱ選挙のこともあるし、こういう実績を明らかにすることは大事なことなんだけれども、要するにあれもやりました、これだけやりましたってことを声高に言う方は、僕はあんまり有権者の方も信じない方がいいと思います、逆に。なるほど。はい。ちょっと言い過ぎかもしれないけど。するっていうのもね、もちろん、知らない方に知らせるということも大事でしょうけど、まあ、できてないことのね、こう謙虚な態度っていうのも、ね、だから逆にこれだけ、これを言いましたけど、公約からやりましたけど、逆にできませんでしたって言うんだったらまだ分かりますよ、結果が伴いませんでしたって、なるほど、そういうあれじゃないですから今回の、今の話っていうのは、はい、渋谷さん、はい、今、ね、今日ツイキャス出ていただいて、こう藤田さんからも一番新しいお気持ちをお聞きしたんですけど、はい、渋谷さんからのお考えもお願いいたします。はい、まあ、皆さんお伺いして通りで、まあ、まず、まあ、普通、まあ、国会議員の皆さん、まあ、拉致問題かか、やってる方、まあ、有田議員以外にもまあ、言いますけども、まあ、私が知ってる限り、まず、それで、見返りを求めるようなことを、まあ、発言をしたり、そのような行動をしている議員っていうのは、私が知る限り一人もいないと。まあ、まずそもそもその国会議員の名っていうのは、なんてあるかっていうこと自体、まあ、正直言って、有田議員は、履き違いをしているという感じがします。で、まあ、今後、まあ、私たち、まあ、質問書を送ってですね、まあ、まず回答は来ないということであるんですが、はい、まあ、もう、来ないということであれば、もう、ちょっと出させるしかないと。はい、このまま闇に埋もれて、はい、それまでよっていうのは私はやりたくはないと。いうことで、まあ、皆さんにちょっとご協力をしていただきたいのは、まあ、この、まあ、ネットでもいいですし、できればちょっと皆さんにここでちょっとコメントを入れていただきたいのが、はい、今後どのようにして、やったらいいのか、そしてこうやったらいいよとか、あるいは、まあ、私自身ですね、まあ、もう、
立憲民主党の本部で外選活動とかをちょっと一発やった方がいいんじゃないかと思っておりますので、まあそれに、まあご賛同いただけるかどうかっていうのもちょっと皆さんにちょっと逆に今度コメントでちょっといただきたいなっていうところでございます。なるほど。はい。はい。そうですね。これ私の一意見なんですけど、皆さんもよかったらこういうふうにやってみたらどうだろうというコメント、書いてくださいね。私の意見なんですけど、はい、まあ、拉致問題担当大臣は、まあ、菅官房長官ですので、はい、そちらの方に、はい、こういう一国会議員の、行いが問題がないでしょうかというふうに、うん、送るというのはどうなんですか。そこはちょっと難しいですか。まあ、送るだけだったら多分できると思います。まあ、逆に送ってもいいのかなと思いますね。はい、はい、はい。内閣官房拉致対策本部に。まあ、あるいはあともっと面白いのが、はい、他の党と政党にも。この発言についてどう思うかと。ただね、こういう発言に対して他の政党は他党のことですからって言ってちょっと逃げられる可能性はちょっとあるのかなとちょっと思うんだけど、ただ あとはですね、丸川珠代さんがこう委員長されてる参院の拉致問題特別委員でも、まあ委員会の方に送るっていうのはいかがなんでしょうか。ちなみに有田議員、その拉致特の理事なんですよね、彼ね。ね、そうなんです、理事なんですよ。理事、はい。理事なんですよね。はい。普通理事クビにしてもおかしくないですし、はい、まあそういう意味でも質問書を送ってるんですけども、はい。拉致問題除名を求めたいって方もいらっしゃるんですけど。はい、なんて言うんでしょう。渋谷さんと山本さんが、まず第一段階として、立憲民主党の拉致対策本部本部長宛てに枝野さん宛てに、国会質問状を送られたと。で、期限も8月3日までというふうに、しっかり取られて送ったけど何の回答もなかったっていうものを持って次の段階に進むので、いきなり、拉致特の方に送るわけではないのでいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。うん、なかなかこれ大事なご提案だと思います ね、 ですね、はい、うん、まあ、そこにですね、まあ、立憲民主党拉致対策本部からは一切回答はありませんでしたというふうにもちろん書き添えていただいて、うん、まあ、あと政治倫理審査会というのもありますので衆参両院にはありますね、はい、はい、はい、またちょっとそういうところも踏まえてちょっとそこでね、ちょっと査問されてもらいたいもんですよね。そうそう、今ね T さんが書かれているように横田さんご一家への比例とかね、過去のもうそれも本当は国会議員としてどうなんだと思いますよ。で、藤田さんに対する暴言も反省が全くなく、ずっとあの後も7月以降も続けてきているというこの態度の悪さ、はい、これはね国会議員として資質を問われていますよ。本当に私は全く国会議員さんとは思えない振る舞いだなと思いますね。まあ、ご自身がツイッター書かれてるでしょうからね、間違いなくあれは、書いてもらってるわけじゃないでしょうし、質問収書のように文章で残ってますから、責任持って書かれてるのか本当に疑問なんですが、藤田さんすいません。はい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 、長くお待たせしてしまってすみません。藤田さん、はい、ご自身は、まあ、この後どのように対峙されていくレベルをおつもりでしょうか。はい、まあ、私から何か、まあ、できることがあればやりたいと思いますけども、今のちょっと話でねちょっと思ったんですけど、はいはい、拉致特別委員会がおそらく国会がまた開会されれば特別委員会も開かれますよね。うんうん、はい、そこで、うん、誰か他のね拉致特委員に、はい、有田議員に対して直接質問するようなことはできないんですかね。うんうん、そういう機会ですね。
うん、そういう機会。で、はい、北朝鮮でね、はい、どういうことやってたんだということを国会の場でね、証言させた方がいいんじゃないですか。あの裏の誰かにね、インタビューして、それで言ったなんて言ってるんですから、はい、日本国民が全員見ているところでね、うん、堂々と、我々質問に答えろと、うん、いうふうなこともあるじゃないかなと、今、ちょっと思いましたね。はい。まあ、できれば私をね、その、拉致特に呼んでいただければ、私から質問してもいいですけどね。うん、あるいは、他のね、加藤健さんたちとか、あるいはね、篠原さんたちも呼んで、はい、まあ、うんうんうん、ある意味、その、この問題をですね、もう徹底的に、拉致特でやろうじゃないかと。はい、いうこともありかなというふうに思いました。はい。ああ、なるほどね。なるほど。まあ、皆さん、このツイキャスで、まあ、よくご存知だと思いますが、加藤健さんがブログの方も、このね、有田議員の、許しがたい暴言が続いていることについても、書いてくださってますので、そちらの方もちょっと後で URL 貼っておきますので、ご参考にしてください。はい。しかしね、なんかこう自分たちで自重するとか、こう反省するとかっていうふうにやってもらえば話が大きくならないで抑えれたのに、有田さんもバカだなと思うんですが、家族会の方からも声明が出てましたが、藤田さん、そうですね、家族会からは、はい、一応、はい、まあ、声明ですね、はい、私に対する、まあ、具体的なことはあまり書いてませんが、はい、ちょっと目に余る、はい、そういうね、発言に対しては、はい、反省と謝罪を求めるという声明は、はい、特定した家族会の、ね、会長から出されてます、うんうんうん、だそれに対しても全く、はい、ね、返事もないですよね。はい、そうなんです。謝る気はさらさらないということですから、あ、だったら、出てくところを、ね、出てもらおうということになりますよね。本来ね、本来その拉致問題というのは被害者を救出するためにやってるわけで、有田議員を相手にしてやってるわけじゃないわけですから。だけども有田議員がこうやって、被害者救出運動に対して横やりを入れてきたわけですから、それに対しては、うんうんうん、おかしいと徹底的に、うん、もしこっちの運動を潰しにかかるんだったら、当然、はい、それ相応の対抗措置はしなきゃいけないと私も思ってますし、おそらくね、特定失踪者の問題を大きくしたくないっていうのがね、北朝鮮と日本政府の一部の中にあると思うんですよね。で、その中の一番こう今活発に動いてるのが私ですから、私を潰すにかかることが最も手っ取り早いわけですよ、はい、彼らにとってみるとね。だからその要するに北朝鮮がどっかからそういう指令があったんじゃないかなというふうにも思いますよね。あるいはそれは日本国内にその北朝鮮のそういう新派がいろんな分野に入り込んでいて、そういう裏の人間が有田芳生を使ってこういうふうにさせたんじゃないかなとも思いますし、まあ、とにかく闇があまりにもお謎が多いので難しいのですが、まあ、彼のこれまでの行動とかね、なぜ 今のこの時期にということを考えた時に、おそらく何らかのね、何らかのそういう北朝鮮寄りの思惑が働いてるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、はい、私も一日本の国民として、こんな国会議員がいることがとても恥ずかしいですね。有田さんの暴言がどんどんこういろんな形で
ね、世間にこういろいろね、こういうこと言ってる、こういう態度をしているということが広がっていけばいくほど、それに対して国民がどう動いたかっていうことが大事だと思うんですね。良識ある国民がしっかり憤って許せないと思ってどう動いたかというのが、まあ、そうしないと本当に日本の国家の恥だと思うんですけど、今ちょっと月さんからですね、有田芳生議員の辞職を求める署名を集めるのはダメですかという匿名希望さんからの、はい、そういう意見もありました。でさっき私がちょっと皆さん坂を登っていただいたら分かると思うんですけど、加藤健さんのブログですね、こちらは、はい、有田議員の態度があまりにもひどいので、拉致問題特別委員会の理事としてどうなんだということで、委員長である丸川珠代さんに理事会でこの問題をぜひ取り上げてくださいというお願いをしてくださいと、最後にお問い合わせフォームがついておりますので、ぜひ皆さん一回送っていただいた方もいらっしゃると思いますが、何度か送っていただけたらありがたいです。はい、すぐできますのでぜひよろしくお願いいたします。はい、まあ、とにかく何かは私たちもこう藤田さんを救うためというか援護したいのでやりたいんですけれども、何かこういい案は渋谷さんありますでしょうか。まあ議員の辞職を求める、まあ、署名っていうのも一つの方法だと思いますし、でまあ、はい、政府の拉致対菅官房長官に送るっていうのも、まあ、一つの方法ですし、まあ、先ほど言った通りに、はい、私が言った通り、まあ、立憲民主党に、まあ、改選するという方法も、一つのやり方なので、まあ、先ほども皆さんメールに、コメントにも書いてある通り、まあ、やれることは全部やるっていうことは、もう本当に、重要なのかなと思います。ただ、まあ、やれることを全部、まあ、どこまで、全部やるって言っても、まあ、限度っていうものありますから、まあ、どこまでやっていいかっていうのは、ちょっと、こう、皆さんの意見等々、まあ、踏まえてやるべきですけど、そうですね。まあ、ちょっと、なかなか、議員会館に会いに行くっていう、そうですね。まあ、当然、まあ、ちょっと、そこもちょっと、踏まえながら、ちょっと、考えていこうかなと思っています。なるほど。はい。はい、今ね、菊池さんが書かれているように、握りすつぶす政党に送っても無駄ではないでしょうか。はい、まあそうですね。もう、まあおっしゃる通りです。まあ、はい、分かってるんで、もう そこはもう次の方法に行かなきゃいけないっていうのはこっちも分かってます。はい、進まなきゃいけないというふうに、市長さんたちもお考えです。はい、まあ最初はね、きちんと、まあ、答えていただけたらと思って送ったんですけど、はい、どうぞ藤田さん。その握りつぶしたら、握りつぶしたっていうことをですね、多くの国民が知るようにしないといけませんよね。ただ単に一部の人間、はい、一部の人たちの願いを言ってるわけじゃなくて、はい、多くの日本の国民の声をね、代弁してるわけですから、それを握りつぶすということは、日本国民の声を要するに握りつぶしてるということですから、これがこの政党の姿だよということを多くの人が知った方がいいですよね。だからただ やってもダメだじゃなくて、やった結果、いくら言っても全く反応しない、握りつぶすという、こういう政党が日本にあっていいんですかっていう今度ね、違うその展開に持っていかないといけないんじゃないかなと思いますよね。正体をどんどんね、暴けば、多くの日本国民目覚めますよ。そうですね。あと、すみません、そう思います。これは私の一つの意見なんですけど、まあ、今、皆さん書かれているように地上波とか、あとその報道機関とかでの、報道はまだないわけですね。でも、もうツイッターとかこうネットされている方、フェイスブックの方とかは結構のたくさんの人が有田さん、おかしなことを、はい、特定失踪者ご家族にやってるっていうのをだいぶ認知も広がってきてるので、
いかがでしょうか。これ、まあ、請願法で言うとちょっと難しいとは聞いてるんですが、ある一つの形としてネット署名っていうのは渋谷さんいかがでしょうか。ネット署名って結構難しくて、であれば本当の署名でやった方が効果はあると思います、はい。あ、もちろんそうなんですけど、うん、そのまあ、はい、ネットで広がっているという事実からネット署名でも一応万を超える署名が集まれば、うん、まあ、これだけの賛同はあったという形は一つ、まあ、まあ一つのカードなんですけど、はい、使えないかなと思ったりするんですが、いかがでしょう。そうですね、それをね、まあ、こう有田議員の暴言を許さないという意思の一つとしてこう皆さんに署名していただけるのはやっぱりこう直接書いてもらって署名用紙に書く方がもちろんね、あの重みがあるんですが、はい、難しいですね。まあ、プリントアウトしなきゃいけないとかいろいろあるんですけど、ネット署名、そうですね、もしよかったら、あの一つ、なんていうんですかね、検討していただけたらありがたいんですが、はい、それだとこう皆さんでね、こう署名をしてくださいというふうに呼びかけて、多分すぐに集まるんじゃないかなというふうに思うんですけど、難しいですかね。そうです、ネット署名で、まあ、どこに出すかでによると思うんですよね。はい、で確かにそうなんですけど、そうなんです、拉致の、そもそも我々がやっている拉致の署名、街頭でやっている署名も、まあ、はい、本当だったらネット署名とかでもやりたいんですけど、はい、実際に出す政府の拉致隊だとネット署名を受け付けないとかっていう話にもなるので、まあちょっと僕もね、いろいろと本当に今どうすればいいかっていうのは悩んでます。はい、どうすればいいのかって答えがないんでね、コロナ禍で、なんていうんですかね、高校生の方たちが、これはもう全然拉致問題と関係ないことですけど、企業さんに対して過重放送やめてくださいみたいなのネット署名だったと思うんですけど、あれは集めたじゃないですか。はい、だからまあ、話題にはなるのかなという、広げる一つのツールにはなるのかなと思ったりはするんですが、そうですね、まあ、あらゆる方法ちょっとやらないと本当確かにダメだと僕も分かってるので、はい、でもあの手この手をやると、まあ、相手を追い込めるなというふうにも思うんで、まあ、動きを止めずにやるには何がいいかなと。ですね、ちょっと止めちゃいます。そうなんです、そうなんです、ふみふみさん書かれてるようにね、ネット署名の効果はその後ね、やっぱり何万人か何十万人かっていうふうに動きがあると報道がね、出る場合があるんですよね。結局そこにつなげたいんですけど、はい、まあ、これからもいろいろちょっと作戦会議をね、みんなとこう開いていい方法でやっていきたいなと思うんですが、なんかね、高校生の人たちがやったのもちょうど、まあ、あれは拉致問題と関係ないですけど、あれは企業側の方がね、きちんと回答もしましたが、やっぱりニュースにね、乗ったっていうのが余計にこう企業さん側がしっかりお答えに、まあ、あれは企業側はちゃんと過重放送を いかに減らしてきたかっていうふうにしっかり答えたっていう形になったんですけどね、そうですよね、ちょっとネット署名についても皆さんそれぞれいろいろこういい効果的な方法がないかというのを調べていただけたらありがたいです。で、私とか築
月さんとか、まあ山本ひるみさん、渋谷健太郎さん、はい、フェイスブックもされてます、藤田隆さんの、ツイッターの方にもよかったら、いろんな意見を、このツイキャスが終わった後も、あ、こういういい方法がありますよっていうのを思いついたら、はい、送っていただけるとありがたいです。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあもう、すいません、もう1時間以上お話ししていただいたので、じゃあ一人ずつ、今回の件についてまとめといいますか、はい、お話ししていただけてありがたいです。藤田さんからお願いしていいですか。あ、そうですか、すいません。はい、もう、この有田議員についてのね、ツイキャスで出るのがもう 3回ですね3回になりますけども、まあ、今後どうなるかありがとうございます。分かりませんが、このことを通じて初めているんですよそうですね、私が、活動している、知ってる仲間たちは、ほとんど知ってる内容なんですが、兄の件についてっていうのは意外にね、ちょっとこう目を外に向けると全く知られてないんですよ ね。で、現に私の今働いている職場の中でも、ほとんど知りません。要するに、そういう方々はネットをそもそも接続され、しない世代が結構、私が働いている人が多いんですけども、で、私が話して初めて、そうなのっていう、だから知らないんですよ。で、ネットで、あるいはね、自分たちの仲間でそういう関心がある人と付き合ってると、みんな知ってるっていうふうにみんな思い込んじゃってるところがあるんですが、実は、ちょっとこう、違う世界に行くと全く知られてないんですよね。だからこのね、シリーさんのこの放送を聞いている方々は大体分かっているとは思うんですが、それ以外の、方々にどうやって、この問題を広げていくかっていうことが、今後のこの運動のですね、やっぱり一番大きな、課題じゃないかな。だから裾野を広げて、世論をできるだけ、その拉致被害者救出に向けて、そういうことですね。だから、その意味で、この有田問題もですね、プラスに働いてくれれば私としてはありがたいというふうに思ってます。はい、はい、ありがとうございます。私結構有田さんの発言が出た時にですね、いろんな、テレビ番組とかのホームページに行ってご意見を寄せてくださいというところにワイドショーとかニュース番組とかに投稿して取り上げてくださいってやったんですけど、やっぱりね、取り上げてもらえなかったんですね、残念ながら。ほとんどないですよね。でも諦めないでね、何回かやってみようと思います、これからも。はい、ありがとうございます。藤田さんおっしゃる通りに、ネットのね、ネットに詳しくないところにどうやって広げていくかっていうのが本当に大切ですよね。ありがとうございます。はい、渋谷さんよろしくお願いします。はい、今後どういうふうに進めていくかっていうのもちょっと非常に、今後大切なんですけど、やっぱり皆さんの気持ちっていうのは多分私とか藤田さん山本さん含めてやっぱりみんな一緒なのかなというふうに思いました、改めて。で、そこの意見をですね、意思をですね、やっぱり無駄にもしたくないし、で、やっぱり我々っていうのは、やっぱりどうしても、拉致被害者を取り返す、藤田さんのお兄さんを取り返すっていうことで、私も、動いておりますので、今後ですね、皆さんと協力してですね、ぜひ、今回の有田芳生議員の問題を含めて、進めていければと思っております。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、山本さん、山本ひるみさん、はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さんありがとうございます。月さんも含め皆さん書いてますが、産経新聞さんの方には一応情報は入れてます。はい、この活動の最初の時点から。はい。で、実はですね、今ちょっと皆さんのこの投稿を見ながらですね、
ちょっといろいろちょっと資料、ネット上で見ながら、ちょっと今一つ、ある方法をちょっと今思いつきつつあるので、まあちょっと今ここで話しませんけど、とりあえずちょっと私の頭の中で今整理してですね、ちょっと改めて渋谷さん、藤野さんの方でまたご相談しようと思ってますが、やはりこうしてみると、やはりこう善良な皆さんの声っていうのが、やっぱり一つ、また新しく状況をね、前に進める、大きな力になっていくんだなってことを、ちょっと今改めて今日この瞬間感じておりますので、もちろん、やはり、我々も一生懸命頑張りますけど、やはり応援してくれる皆さんのお支えあっての、この活動でございますので、引き続きですね、もちろん、この、一国会議員の暴言の問題もさ、あるいはその政党の議員の管理の問題こともさることながら、最終的には、拉致被害者の救出、そして、政府未認定の、被害者を認定してもらうというですね、心に取り付けていかなければいけませんので、本当に一人でも多くの皆さんの応援がなければ、この、目標を達成できないので、ぜひ引き続き、ご支援、またご声援のほどいただければ幸いでございます。今日は皆さんいろいろご提案、はい、ご意見いただきましてありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます、はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、3人の方に今日コラボに上がっていただいて、もう藤田さんは当事者ですから、ね、これからも白黒をはっきりするまで対峙していくというふうに力強い、言葉いただきましたけど、本当に、なんて言うんでしょう、ご心痛を考えると申し訳ないなという気持ちでいっぱいになります。藤田さん、どうぞお体に気をつけて、はい、もう嫌なことばっかり、すいません、本当に、なんか一応私も国民の一人としてお詫びします。本当に申し訳ないです。もうなんか本当は一丸となってね、お兄さん取り戻すためにみんなでこう一丸となれたらいいんですけど、なんかこう有田さんもいや、ね、こんなことにならなかったのに、本当ですよね、なあと、うん、本当に残念ですね。そこは残念ですよね。やっぱりそのね、そういう言い方もできたと思うんですよね、国会議員さんですし。ただね、いくら言葉が巧みでも、思いがね、やっぱりそこに、はい、もう明らかに伝わっちゃうんですよね。あ、全く逆のことを思ってやってたんだっていうことがこれで分かったわけですから、私も、まあ、それなりに今後、はい、対応しますけども、一見ですね、仲間を装って近づく人っていうのは結構ね、この運動やってるとたびたびあるんですよね。で、まあいいことの反面、あるそういう嫌な部分もあるんですけども、まあこれがまあ、人間社会の、ね、現実かなというふうに思えるし、まだまだね、本当にこれからやるべきことはたくさんあるし、できるだけ視野を広く持ちながら、そして諦めずにですね、この問題を、解決に向かってやっていくという意思をね、やっぱり多くの国民が持つことで、はい、日本が、おそらく明るい日本になっていくと思うんですよ。だから、その気持ちだけは絶対に忘れてはならない。解決するかどうかっていうのは、その思いの多いか少ないか、そしてそれを本当にやるかどうかっていうその覚悟にかかってくるわけですから、一個人の問題ではありませんので、ぜひね、はい、こういう放送を多くの人に聞いていただいて、思いをね、はい、持ってもらう人が増えれば、日本は必ずいい国になると私は信じてます。はい。はい、はい、ありがとうございます。まあ、なんていうんですかね、何千人、何万人というふうにツイキャス聞いていただけてたら、もっとね、力がもう発揮できたんですけど、でもこのツイキャスで藤田さんがお話しされたことを切り取りされて YouTube にその有田さん球団のところにつけてくださってる人もいたんですね。そうですね、うん、だからそういうふうにこう波及していけばいいなというふうに思います。で、はい、この国会議員が拉致被害者奪還をまるで妨害、まるでというか、まあまあそのままなんですけど、妨害している、私今まで活動してなかったけどこんなひどい目に遭ってるのかと、私も活動しなきゃっていうふうにこう
動いてくださる人が一人でも増えてくれるいいきっかけに、まあね、本当に嫌なことでしたけど、嫌なことでしたって、まあ、過去形にしたらダメなんですけど、嫌なことなんですけど、こう、いいきっかけにできるチャンスもあると思いますので、岸田さん、これからもしっかり、渋谷さん、山本さんと一緒にですね、はい、私も微力ながら、はい、ご支援続けていきますので、どうぞ頑張っていきましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。すいません。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。もう、皆さんと結託ということで、はい、ここにいらっしゃる皆さんもぜひ、藤田さん、ね、もう私、絶対これからも応援しますよというふうに、有田の球団もやりますよということで、お約束ください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。あ、皆さんぜひ応援してください。藤田さん本当に優しい方なんで、皆さんの前でね、こう気丈にお話もされてますけど、ものすごく嫌な思いされてると思います。でも藤田さんは。こうね、腹を据えられて、これで特定失踪者を一人でも知らせることになったら、でまたこういう国会議員がいるという、拉致問題妨害する勢力があるということを一人でも日本人の人が知っていただけたらということで、戦う覚悟をされてますので、ぜひ、これからもよろしくお願いします。で加藤健さんも、篠原丈一郎先生も一生懸命、その毎日のようにツイートで有田芳生への糾弾を手を緩めずにやっております。でもそれはもう拉致被害者をね、奪還するという、大きな、ね、本当にね、これなんで国民で一丸にやれないんでしょうね。まあ、その思いのもとに頑張っております。皆さんと一緒です。よろしくお願いします。で私は明日、東京で、恵みへの誓い、映画のね、恵みへの誓いの完成披露、試写会の方に参加させていただきます。そちらの方で多分、いろんな方々にお会いできるんじゃないかなというふうに思ってます。打ち上げの方にもありがたいことに呼んでいただけまして、打ち上げの方もご参加させていただけることになりました。はい、そうですね。私、明日朝から朝一で動きますので、はい、早く寝ます。で、いろんなね、出演者の方にもお話が伺えると思うので、先週出ていただきました夏希さんにも初めてお会いできますし、あと、うん、いろんな出演者の俳優さん、女優さんにも会えると思います。いろいろお話伺ってこようと思います。荒木先生とか、三浦先生とか、上島先生も多分来られるでしょうし、多分そうそうたる人が来られるんじゃないかなと思うので、またね、この映画の完成をもって、拉致問題解決を妨害する勢力ともしっかり、ね、そういう勢力を叩き潰す覚悟でやりたいと思います。あ、そうなんです。打ち上げはね、関係者のみなので、試写会の方にご招待を受けた方もちょっと打ち上げの方は全員来れるわけではないので、お声掛けがなかった方はすいません、打ち上げの方はちょっと参加できないですけど、はい。で、来週のゲストのご紹介をさせていただきます。来週ですね、あ、このお写真にします。この方に、はい、内藤陽介先生、何回ぐらいお世話になりましたっけ。4回目ぐらいですかね、3回目、ご出演してくださいます。内藤先生、この間ツイッターでなんかレジ袋の人とかって、うん、
レジ袋有料化になりましたよね。このコロナ禍の間にそれやらなきゃいけなかったんでしょうかね。レジ袋の件もね、お話ししてくださるそうです。はい。で、また内藤先生、今ね、新刊が出まして、みんな大好き陰謀論という、はい、ちょっと、あら、ちょっと待ってくださいね。本が、写真が出ないかな。すいません。ちょっと本の写真用意するのを忘れてました。失礼いたしました。来週、内藤先生の、ご出演の会員にはちゃんと用意しときます。めちゃめちゃ面白いです。ぜひぜひ、皆さん、来週までに、もしよかったら、コメントしてくださってるんですか？内藤先生、ありがとうございます。よろしくお願いします。内藤先生のお話はね、分析力がすごい。外さないですよ、皆さん。この方の分析、素晴らしいです、本当に。内藤先生からいろんなね、喫緊の情勢について、いろいろお話も聞きたいですし、アメリカのね、大統領選についても、結構辛口でいいコメントがいただけるんじゃないかなと思ったり、いろんな多岐にわたってお話ししていただきましょうね。ねえ、スペシャル回になります。あ、そうなんですね。外出されてたんですね。あ、途中から聞いてくださってたんですね。ありがとうございます。内藤先生、もしよかったら、有田さんについてどう思うかまた教えてください。はい。個人的なご意見で、いいので、はい、よろしくお願いします。でね、このね、今日オープニングで、こういう写真が紛れてたと思うんですが、このね、漫画めぐみっていう、元総一さんという方が書かれたんですが、で、この漫画が、横田滋さんのご逝去を機に、また15年ぶりに再版されています。で、こちらは、脚本じゃない、原作とか内容についても、すべて横田さんご夫妻が監修されていまして、で、漫画家さんのその元総一さんは、川崎の横田さんご夫妻がお住まいのマンションのね、1階の集会場みたいなところで何回も打ち合わせもされたそうです。で、ここからすごいんですけど、私、この漫画家さんと連絡取れるようになりまして、この漫画家さんに実はツイキャスに出ていただけるご約束をいただいております。イエーイ。すいません、一人で拍手します。はい。この方ね、永遠のゼロとかね、海賊と呼ばれた男とかもね、漫画にされてるんですね。で、また、拉致問題についても実は3部作書かれておりまして、母が拉致された時、僕はまだ1歳だった。田口八重子さんについても、はい、書かれてたり、あとですね、あ、ちょっと待ってください。写真間違えました。こういうね、奪還というね、はい、蓮池薫さんの、拉致についても書かれてます。拉致問題3部作として、めぐみ、奪還で、母が拉致された時、僕は1歳だったという、この3作書いてくださってます。絵も素晴らしいんですが、内容も完全なノンフィクションなんですね。きちんと横田さんご夫妻から、取材されて、きっちり書かれてますので、でね、こういう漫画家さんにお話ししていただけると、ものすごい売れっ子で忙しい方なので、あ、はい、ちょっと今ね、引っ越しがあるということで、多分出ていただけるの来月の末ぐらいになるんですが、それまでによかったら、皆さん、アマゾンとかで、電子書籍でも買えますし、めぐみ漫画を買っていただけたら嬉しいです。もちろん紙の本も売っております。で、
奪還の方も、電子書籍で買えますし、あと、まあ、どうしても紙で読みたいという思われる方は、中古で探されても結構手に入ると思います。ぜひ、買って読んでください。うん。でね、横田茂さんと横田早紀江さんが1巻、2巻とに後書きも書かれております。でそこでしっかり、なんていうんですかね、横田茂さんは、日本の経済制裁が大事だと。何が、ね、大事かというと、経済制裁して北朝鮮に圧力をかけて、これは拉致被害者を返した方が、まあ、いろんな情報を知られてるから返したくなかったけど、ね、まあ、重要な情報を知られてるから返したくはなかったんだけど、これは返した方が北朝鮮国家の安泰のために得策だろうと北朝鮮に思わせることが大事だというふうに、横田茂さんね、書かれてるんですね。でこれが茂さんのね、私は本音だと思うんですね。で有田さんは茂さんは政治的な発言を慎んでたというふうに言われてますけど、亡くなられた時に息子さんがね、もうやっぱりこう胸の内を明かされましたね。家ではこうお父さんがどんなふうに話してたかね、何があっても許せるものじゃないとね、切り刻んでも何をしても許せるものじゃないというものすごい心の中にね、絶対に許せないという強い怒りがね、茂さんの中にあったんだと。それは当たり前ですよね。かわいいかわいい一人しかいない女の子を、まだね、去年までランドセル背負ってた中学校1年生の女の子を無理やり家族から引き離して、でね、偽物の遺骨を出したりとかね。でまあそういう2005年に出た漫画なんですけど、今読んでいただいても皆さんが、え、そうだったのかという目から鱗の情報がたくさん、本当にたくさんありますので、まあ、ついでもの応援の時にもそういう知られたことをね、こう著作権があるからちょっと漫画の絵はどうかなと思うんですけど、まあ、知って、読まれて知った情報なんかも書かれたらいいんじゃないかなと思います。はい、今日は藤田隆さん、渋谷健太郎さん、山本ヘルミさんにお話を伺いました。皆さん、こうやったら有田さんをとっちめれると素晴らしいお知恵をぜひこれからも、よかったらお貸しください。よろしくお願いします。じゃ今日のツイキャス、これで終わります。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。
ず迎えに行くよ。